オートベーカリーメニューは焼き上がり時刻を予約することができます。予約待機中に運転を中断し、レンジオーブン機能を使い再度予約運転を継続すると仕上がりが悪くなるためおすすめできません。予約待機を取り消し再度設定を行うと、その度に約10分間練り運転を行うため練りすぎになり膨らみが悪くなることがあります。予約中にどうしてもレンジオーブン機能を使いたいときは、取り消しボタンを2回押し予約を取り消してください。予約を再開するときはもう一度最初から予約設定をしてください。レンジオーブン機能を使った後で加熱室内が熱くなっていたときは、室温と同じくらいまで冷ましてからパンケースなどをセットしてください。予約調理中はできるだけ他の調理はしないことをおすすめします。